はい、領土領海問題についてですけれども、まずはこの日本がですね、実行していない領土についてはですね、これはなかなか返してもらいたいとこういうことを言ってもですね、なかなか非常に交渉というのは難しいけども、やはり相手国とですね、粘り強く交渉をしていかなければならないというふうに思っております。で、さらにもう一つはですね、やはりここは国際司法裁判所というのをですね、やはり活用して国際司法裁判所で決着をつけていくということも試みていかなければならないというふうに思っております。そしてもう一つは、実効支配している領土については、これはさらにですね、強化をしていくということが必要だというふうに思います。以上です。